おはようございます。今日はですね、朝ごはんをちょっと作ろうと思うんですけども、まあ朝からそんなに、手の込んだものを作るのはしんどいので、超簡単レシピを紹介していこうと思います。まずはちょっとお湯を沸かそう。よいしょ。まずはお湯を沸かしていきます。はい、お湯が沸きました。じゃあね、スパゲティをこれから投入していくんだけども、これ短い茹で時間で茹でられるスパゲティで、最初いいかなと思って買ったんだけども、スパゲティを茹でるときはね、俺いつも最初に水にしばらくつけてから茹でるようにしてて、これも同じように水にしばらくつけてから最初茹でたんだけども、普通の茹で時間のパスタを水につけてから茹でる分には問題ないんだけども、こういう茹で時間の短いやつはね、最初に水につけちゃうとすごいぶよっちゃう、ぶよぶよのパスタになっちゃってまずかったから、これは普通にお湯で茹でた方がいいです。だからさ、水つけパスタをよくやる人はあんまりこういう茹で時間とか時短の麺みたいなのは買わない方がいいかもね。ちなみに水つけパスタって知らない人のために説明すると、普通スパゲティって茹で時間7分とかじゃないですか。それを茹でる前にスパゲティの麺を水に、まあ、1時間とかつけとくと、つけといて、で、その水を吸わせた状態で、そのまま茹でると、なんと2分ぐらいで茹で上がるっていう、しかももちもちになるという裏技なんだけど。でも、こういう茹で時間短い系の麺でやると、失敗するから気をつけようという。感じです。まあいいだろう。はい、茹で上がりました。そしたらですね、こちらを別の容器に移していきます。やっぱり鍋はね、こういう、深い鍋と、あとフライパン、浅い鍋だね、1個ずつあると楽でいいよね。フライパンなんかは万能だよ、こういう器にもなるし。はい。そうしましたら、あとはこのお茶漬けの素。このなんかちょっと高級っぽいやつね、鮭茶漬けを入れます。で、混ぜます。なんかだいぶログアウトしてます。味見。で、なんかあとはさ、適当に鰹節でもかければいいんじゃない？パララーって。はい、完成です。朝の簡単メニュー、茶漬けチャーハン。じゃあ早速食べていこうと思います。それでは食べていきます。はい、いただきます。これあれだわ。ちょっとさ、お茶漬けの素振りかけたら水気がなくなってバッサバサになってる。ちょっと麺の茹で汁を加えて。
今潤いを持たせる。よいしょ。しっとり感が欲しいよねやっぱり。じゃあいただきます。うん、あ、うまい。なんかたださ、スパゲッティにお茶漬け振りかけただけなんだけども、結構このさ、酒茶漬けの素がいい、酒茶漬けの素使ってるから、あの鮭がね本当にいい感じに、この鮭からも出汁が出てて美味しいわ。長谷園の鮭茶漬けとかでやるのもいいんだけど、やっぱりちょっと高めのやつでやるとより一層美味しくなるね。うん、鮭の生感が全然違うわ、やっぱり高いやつだから。こんな感じでね、今日はお手軽朝メニューを作ってみました。はい、まあやってみてください、皆さんも美味しいです。